K リーグ FC ソウルが飲酒運転で摘発された遺産法を規定通りに処罰するとの立場を明かした。ソウルは6日午後、報道資料を通して、今日報道された遺産法の飲酒運転に関して、内容が事実であることを選手から確認したと発表した。遺産法は今年9月、ソウルカンナムクダイヤホラで飲酒後、運転し摘発された。 当時、血中アルコール濃度は0.178%で免許取り消し水準だった。裁判部は遺産保が全ての容疑を認め反省している点を勘案し、懲役4ヶ月し、こ猶予に年を言い渡した。遺産保は摘発後も10月6日の全南ドラゴンズ戦に出場。その後、腰の負傷を理由にシーズン終了まで欠場した。 ソウルは、遺産保の飲酒運転に関する内容は取材陣の問い合わせで知った。選手から事実を確認し、すぐに韓国プロサッカー連盟に報告したと明らかにした。続けて、追加的な事実関係を確認し、規定と手続き通りに処理する予定と付け加えた。